えー、速化塾の久保でございます今回は経歴詐称していた方がいらっしゃったみたいですよね。Google の自分は社員なんだとかね。Google で開発したんだとかね。いろんなことを言ってますけども、私はね、二つの見方を持っていて。ま,あ、まずね、この方が経歴詐称していても、まあ、いい商品を提供していれば全く問題がないかなと思うんですよ。というか、経歴にいちいちね、気にするからダメなんだと思うんですよ。 その人が過去どうしてきたものなのかっていうのは、あんまり関係なくね、うん、見ていけばいいのかなと思いますよね。うん、で、まあもう一つなんですけども、経歴詐称とは言いますけども、これね、その、誰ですか竹原さん自身が経歴詐称していたのか、竹原さんの商品を代行して売ってる人が盛りすぎたのか、勝手にね。それによるんじゃないかなと思いますよ。どっちなのかなと思います。で、私はこのね、 竹原さんって方のことは全く知りませんでした。ノクさんが動画を上げるまでは、何それと思ってたんですよ。で、この前もそうですよね。PGA とか、なんとかっていうのが、あの、詐欺案件があったっていう話だったんですけども、いやもう本当に私ね、世の中の情報とか、インフルエンサーの情報を取ってないんで、何にもわかんないんですよ。何にもわかんないから、余計なことに時間取られなくていいなと思ってるんですけどね。全ては私の狭い条県で起きてることを、 組み合合わわせせてててこねくり合わせて資産形成してますんで、まあ一番いいなと思いますよね。だから情報を集めれば集めるほど自分の思考の枠っていうのは実はねなくなっていってあの人の発言とか人の行動とか人の経歴に左右されてしまうんですよ。そうではないと。もうすでに誰のことも関心がないからもうこれから自分で全てを構築するしかないっていうのはねちょっとね最初は。 それで大丈夫かなとか思ったんですけどもいや情報発信ビジネスって実はどどれほど情報を削ぎ落ととすかにそのコツがあるなと思ってますよねで私のインプットっていうのはフェイスブックアウトプットは YouTube 終わりみたいな感じですよね <laughs> も,もはやもうそこにはね世間とかメディアとかってものがなくて最近こんなの流行ってるよねっていうのが全くわからないと流行ってるっていうふうに思わされている情報を自分が二次的三次的に受けてるから あ、世の中では流行ってるんだだから流行りなんだっていうふうに後追いバイアリーをねやっぱりやってるのかなこれはねだから FX の世界ではいいと思いますけどもねトレンドに乗っかっていくわけですからトレンドが発生してない時にトレンドを知るっていうのはなかなか難しいですからねだから根っこから取ることはできないと思うんですけども考えてみれば私根っこから取ってるなぁと FX もねいつの間にかそうは思ってないんですよねこう伸びていったらブレイクしたらそれについていきましょうっていうふうな指導はしてますけどもブレイクしそうなこの折れ曲がってもいないその なんですかね。抵抗に向かってる途中でもうすでにエントリーして、跳ね返ってきたらもうね、すでに入ってる状態だよ、みたいなね。うん。そんなことになってるなと。なんかす、すごいところに来ましたね、話がね。えー、で、竹原さんの経歴殺傷疑惑についてなんですけども、ノクさんの動画は非常に興味深かったんで、あらすじは分かりました。おかげさまで。助かります。こういうの動画を送っていただいて、世間知らずの私もね、あ、そういうことがあるんだって思うことができました。 うん、でこの竹原さんっていうのがあの聞いたところによるとノクさんの話を想像を膨れましていくとインスタグラムかなんかの「いいね巡回ツール」みたいなのを売っていたんですよねこれは完全な利用規約違反だと思うんですよスパムツールっていう言い方もされてるみたいですけどもあのやっぱりね人間があの自分の関心によってその時の感情で SNS っていのを育てていくものなのに。 そそののの手間を省いいてて、ね、自動的にににやるっていうななんかその先にビジネスはないわけですよ、うん、だからやっぱり自分で自分のその時の感情の重く,まく重くままにいろんなところに足跡ログを残すからこそ SNS の関係性っていうのが生まれてくるのに自分も意識してないところで機械が勝手に関係性を持ってきてもじゃあどういう方に対して何の記事にいいねを押したのかってことを認識してない人がねどうやって相手の気持ちわかるんですかってことなんですよ。 相手の気持ちが分からなければ発信することもコミュニケーションを取ることもできないしましては商品を売ることもできないんで形だけのフォロワー1万人とかができちゃうんですよねだから全く意味がないですよこんなのだからこのツールを売ったところで分かってる人は買わないですねだからビジネスで成功しない人とか成功できない人これからもそういう人はこういう人からあ過去グーグルの人だからこうやったあの公務用なツールねこれで成功するんじゃないかなと思って買っちゃうんですよ まるでね、FX とかバイナリオプションのツール買う人と同じですよね。こういう人でうまくいったっていうことは私は聞いたことがないですよ。いうか、それでうまくいってビジネスが成功したとは言えないと思うんですよね。まあ、ですんで、今回の件をまあ踏み台にしてね、あのやっぱり自分でやらないといけない。自分の内側からビジネスっていうのを打ち立てないといけないっていうふうに改めて認識したのが今回の件でしたね。だからこれからね、花竹さんって方が、うん。 まあ残り少ない人気をどういういいに拡大していくのかとかとねで一旦悪さをしてもそれがね無無名は悪名名、うん、名はは悪悪にに回さるんですよこういうふうなことをして信用を落とした花武さん花武さんというんですかね竹花,さん竹花さんがこれからねそれをどういうふうにレバレッジにしていって逆転現象を起こしていくのかってことも一つサクセスストーリーになってしまうんですよこれが悔しいことにね。 だから誠実にやり続けて結果が出ない人の方が私は気高いと思うんですけどもズルをして有名になってさらにそこから改善して逆回転させてねさらに有名になっていって儲けちゃうみたいなねこのインターネットの世界っていうのはあの迷惑系 YouTuber っていうのもあるみたいなんですけども悪いことをして目立てばその後いくらでも取り戻しが効くからなんか無法地帯になりがちなんですよで私はそういうの一瞬もしたくないですよねそれだったら飢えて死んだ方がマシだという風な価値観ですから うんまあでもねうん、まあ、これからこの方がどういうふうに生きていくのかそういうのは、まあ、興味興味ないか興味ないですね興味ないけども多くの人には興味があることなのかなと思います私は今回の一件をね、えー、やっぱり反面師にしてさらに損かもしれませんけども地道で誠実にやっていく意思をさらに固めていくだけかなということですね えー、ということでね、ノクさん、本当、説明の方ありがとうございました。ノクさんがこうやって解説してくれるんで、私もね、知ることができましたし、自分の意識をさらにね、高めることができたと思っております。えー、これからもいろんな情報をお伝えください。ありがとうございました。よろしくお願いします。